島ヒージョの完成です。どうも水島ヒージョです。違うかということですね。あ、料理のお兄さんです。リュウジです。今回はこれ結構前のレシピなんですけども、ちょっとヘルシー路線でいこうと思いまして、まあ、ヘルシーなのかヘルシーじゃないのか全然わかんないんですけど、豆腐のアヒージョですね、っていうのがですね、昔バズったレシピがあるんですけども、こちらね、豆腐ね、これね、豆腐ってアヒージョにするとめちゃめちゃうまいんですよ、っていうのをですね、皆さんにお伝えしたくて、今回ですね、その豆腐のアヒージョっていうのを作っていこうと思います。まずニンニクを切っていきます。ニンニクはおけつを切り落としまして、おけつを切り落としまして叩いていきますね。はい、こんな感じで、叩くことによりこうやってね、殻がすぐむけますのでね。でね、このニンニクの芽はね、取っちゃってください。これね、焦げやすいのでね、取ってあげてください。ここですね。あ、なんと包丁使うのはね、ここだけです。はい、そしたらですね、ここに唐辛子も入れていきますね。唐辛子ね、輪切りが綺麗だから、綺麗だから輪切りでいきます。はい、でね、今回は木綿で、作るんですけど、絹でも一応いけるんですけど、僕は木綿、アヒージョの場合は木綿の方が好きです。で、これ水を切りまして、スプーンでね、一口大にしながら入れていこうと思います。結構量あるね。これね、豆腐は 300g 使ってますよ、今回はね。そしたらですね、オリーブオイルを高くから注ぎます。はい、これぐらい高くして大丈夫です。こうすることによりなんかそれっぽくなります。なんかね、料理できる感じがする、これ。 なぜかね。で、コンロにのせまして火にかけていきます。で、火にかけてる間ハイボールを飲んでいきます。はい、最初はね、強火で結構です。オイルが温まるまでは強火の方が時間が短縮されますので、ふつふつと沸いてきたら弱火にしていきますよ。豆腐はね、ほんとね、もうこの全人類にね、アヒージョで食ってもらいたいですね。これはね、ほんとに美味しいんですよ、これ。あ、今ね、ちょっとね、ふつふつ沸いてきましたね。はい、でですね、アヒージョっていうのは揚げ物じゃないですよ。煮物なんです、これ。油で煮るんですよ。なので、ふつふつとなってきたら、火はね、本当に弱火にしてください。あんまり強くやっちゃうと、このね、豆腐の水分がバチバチになっちゃって跳ねちゃうので、このオイルの温度自体は100度から120度ぐらいの低温にしてください。そうするとですね、どんなに水分があっても跳ねません。だから、アヒージョは煮物っていうね、覚えていただければなっていうふうに。あ、なんかちょっと料理研究家っぽいこと言っちゃったぜ。まあ、今回はね、生ものをやってるわけじゃないので、これ温まったら食べれますんでね。そうしましたらね、この使ってない部分とかね、ちょっと温めてあげたいので、ちょっと慣らしてあげてください。オリーブオイルの香りはすごいですこれね。ちょっとポコポコ、そう、こんな感じでポコポコいう温度が理想でございます。この状態になりましたら、次のステップいきましょう。白だしです。これね、必ず入れてください。これが入ることにより非常に美味しい豆腐のアヒージョになるんです。油に液体を入れるのはね、結構皆さん抵抗があるかもしれないんですけども、大丈夫です。この低い温度だと絶対バチバチしないんでね。皆さん覚えておいてください。アヒージョはね、煮物ですからね。今日の一言です。ちょっとこれ、なんか殺風景だな、ちょっとな。あとで、追い唐辛子しようかな。美味しそうに言うと、俺の料理動画、なんかネタ動画としての人気の方が高い気がするから、ちょっと美味しく。わかります？このメロディー、わかります？このオイルと豆腐が奏でるこのシンフォニーみたいなね、これを聞きながら飲むハイボールの味ですよ。もうなくなっちゃった。はい、もうですね、5、6分煮たかな。5、6分煮て、豆腐も熱々になってきたので、もうこれで火は止めちゃって結構です。これで食べていきます。でね、ちょっとね、唐辛子がね、この下に沈んでるはずなんですよ。これをね、ちょっと上にかけてあげると、可愛いと思うので、唐辛子を掘り出していきますね、これね。この動画はかっこいいとこだけ見せる動画じゃないので、もうちょっと地味なところもちゃんと撮って。唐辛子がもうこれしか見つかんないよ。これじゃあカッコつかないもんね、これね。唐辛子上からかけちゃいましょう。いいですね。赤が加わって美味しそうに見えますね、これね。パセリです。かけすぎちゃったかかりすぎちゃったということで、豆腐のアヒージョの完成です。
それではですね、できましたので早速食べていきましょう。あの香りがすごく出てますよこれね。でニンニクもね、低温でずっと煮てたので、あのホックホクになってもこのニンニクも食べれますんでね。でこれ、ね、食べ方があります。まずですね、豆腐一かけ、お皿に持ってください。そしてですね、塩か味ポンで食べるんですね。味ポンでいっちゃった。ポン酢醤油ですね。で塩少しかけて、まずね塩で食べてください。いただきます。あーこれほんとうまいな。この寒い時期にね、このあったかい豆腐ってなんでこんなにうまいんでしょうね。漢字的に言うと、その、あの湯豆腐なんですよこれね。オイル版の湯豆腐なんですよ。で今度はポン酢でいってみましょうか。そう、オリーブオイルとポン酢って結構ね、意外と相性がいいんですよ。これもいただいてみましょう。そう、あの感じ的には本当に湯豆腐なんですけども、オリーブオイルの香りとニンニクの香りがすごいのって、すっごく美味しいんですよこれ。でね、あの白だしが入ってるんですよ。だからあの豆腐自体でも結構ね味がついております。熱いのでね気をつけてください。僕は猫舌じゃないので大丈夫なんですけども、いやこれ本当ね、本当みんなにやってほしい。マジでうまいので、おつまみにする方とかも、あのこれね、あの低糖質おつまみなので、オイルはね結構あるんですけども、余ったオイルはねペペロンチーノにしていただいてもいいですし、あのパンにつけていただいてもいいですし、白だしのね旨味がすごい加わってるんでね、和風の味がついたオリーブオイルになってますんで、これも無駄なく使えますんでね。これはね本当ね、マジでうまいんだよねこれね。すいません、もう本当に視聴してる方々を置いてってしまって大変申し訳ないんですけど、もう一人楽しみますこれ。うん、塩もいいけど僕はポン酢かな。あ、めっちゃうまい。湯豆腐好きな人は絶対好きやんこれ。もうね、お酒飲む人全員にやってほしいなこれな。あ、塩とね、あれも美味しいかもしれない。塩とね、タバスコですよこれね。僕ね、タバスコ大好きなんだよね。めちゃめちゃうまいかもしれない。食べます。うん、これはね、ご飯ではないね、酒だね。いや、ほんとにうまい。なんでなんか居酒屋とかでこのメニューがないのか全然わからない。こんなに安くて美味しいのにね、はあ、ほんと美味しいこれ。ハイボールでもいいんですけど、日本酒でも全然いけますねこれね。この和の感じとね、洋の感じがね、うまくくっついたこの豆腐のアヒージョ、もうね、これ絶対やってほしいな。しかもこの時期にやってほしい、まだ寒い時期。これを囲んでみんなで飲み会したら、もう本当にどうなってしまうのかって感じですね。ということで今日は本当にありがとうございました。はい、ということでですね、今回の動画楽しいなとかね、あの美味しそうだなとかちょっとも思っていただいた方は、チャンネル登録と、チャンネル登録を、あと高評価、通知ボタンオンをお願いします。